What hip hop? アメリカだと本当にラブ一と言になるのが、うん、日本だと表あいまり日本だとそうですねえー、っとまああの今に関して言うこととしては、まあ、例えばうちらが日本語ラップを始めた時、えー、っとそれをある程度盛り上げていった時っていうのは例えば「キングギドラ」の初めのファーストソロー。 ファーストアルバムを作った頃、ソロアルバムを作った頃ぐらいの時は、えー、やはり日本語でも古日本語でもかっこいいラップができる、えー、かっこいい意が踏めるっていうことを証明するために、うん、あえてに英語を、うん、なんていうかな使わないようにした時期もあったんだけれどもまあ本当日本というのは普通にテレビひねってポップミュージック聴いてても思うと思うんだけど。 まあ簡単な英語は当たり前のように入ってきてるもんだし、まあそれ音楽だけに限らずね、C.M. 見ててもあの簡単な英語はもうえっとコピーライトにもなっちゃうぐらいなそういうまあ国であるから、まあそういうものも分かる以上は俺は入ってきてもいいのかなっていうのが自然かなって最近は気がしてて、でまあそれのまさに若い子たちなんかは最近本当に 英語が喋れないのかもしんないけどものすごく発音がいい子たちとかもやっぱりいっぱいいるしそういう子たちがまた日本語をまたその発音でちょっと違うものに聞かせようとしたりとかしててそれがまたすごくフレッシュに感じたりするしうんなんか俺はその何て言うのかな決してそのヒップホップは日本で始まったものじゃないがゆえのうん面白さうんっていうのはすごくそこに出てきてるんじゃないかなって気もするし。うん いいんじゃないですかね俺はなんかあの今の現状はかなり楽観的に見始めてるんだけど、うん